とか物とかにインスピレーションもちろんもらっている、どっかの脳でもらっているとは思うんですけど、物を見すぎないっていうことも大事にしていて、ずっと信念を持って変わらないことも新しいことにトライすることも、どっちも一緒というか、いつもニュートラルで自分なりに噛み砕いて表現していくっていうことをやっています。自分より大事なものがある時って、自分自分ってならぬ一歩下がったところで、その人の幸せを祈る、そういったその人の様子がすごくエレガントに見えたりするんじゃないかなとか思ったりしました。